すんません、待たせて。って、あ、先輩一人っすか。マジかよ。もう約束の時間っすよね。俺、家でテレビ見てたんすけど、こたつで寝ちまったらしくて、気づいたら年越し来る年始まってて、飛び出してきたんすけど。悪い、遅れた。クマーす。先生、ごめん、クマ。陽介のせい、クマよ。ほれ、陽介。先生は土下座をご所望ですぞ。つか 100% お前のせいだろうが。けど、悪かったな。ついさっきまで、社員とバイト総出で、福袋全部詰め直してたんだよ。誰かさんが値段見ねえで、何でも福袋に詰め込みやがったせいでな。ふふふー、デュワデュワー。おめえだよ、かな。そんなことより先生、ナナちゃんとパパさんは？無茶だろ、こんな寒い夜中に。堂島さんもナナコちゃんもまだ仮退院中なんだしよ。では他のみんなは何故男子ばっかり、クマ？まさか男同士で気楽にとかありがちな恋の感想中よ。ちげえっつの。つかあいつら遅えな。もう時間過ぎたろ。天城先輩ん家に一旦集まってとかすかね。そのなんだ、晴れ着とか。晴れ着。先生、晴れ着？いや待て、まだそんな全力で期待する段階じゃなくね。なんで？俺に言うなっつの。まあでも晴れ着リセチとかは確かにお宝っぽいよな。お、もしかして直友か？言われるとこう思わず。お待たせ。ごめんね、カイロ買いに行ってたら遅くなっちゃって。すみません。なにその薄いリアクション。晴れ着は？晴れ着って夜中のうちに行って帰ってくるのに着ないからだよな。はいはい、分かってました。とも、るっさ、何勝手に期待して切れてんのさ。晴れ着みたいな勝負服はね、もっとここぞって時に着なきゃ。え、晴れ着って勝負服？つかそれさりげなく射程外って言ってますよね。さりげなくは言ってないよね。心の中寒いっす。あの、時間を気にしませんか？入り口でカウントダウンすることになりますよ。やべ、2年前にじゃなくなっちまうな。元旦0時にみんなでとか、私初めて。私も去年までは旅館のみんなとばっかりだったな。っていうかさ、よかったね、みんなで平和に来れて。だな。よし、じゃあ行こうぜ。してると寒い。あっちで甘酒配ってたぞ。ダメ、開けてから。ねえ、来年はまだ来ないの？あ、そろそろですね。よーし、ゴー。4 3 2 1。おめでとう。いやー、開けたね。私もよろしくね。明けましておめでとうございます。ありがとう。お前を祝ってね。リセは禁止。あと天城も禁止な。私もあれ、雪だ。寒いと思った。
まま積もるのかな。これが本当のホワイト年越しっすね。聞いたことねえよ。漢字は今年もバカンジだね。あ？マカンジ。ちょ、おい、納得すんな。